では続いてのコーナー CD 田中、はい、CD の歌詞の一部分に田中以前この番組で喋ったセリフを群れくっつけて作品を作ってもらっております。ラジオネームキング来ました。極東ベイクライト、月光鬼塚千尋、うん、それと5月24日2時25分頃の田中、うん、チピロッティも自分で勝手に決めちゃってすごいよな。違うよ、そうやって呼んでんの。チピロッティじゃん、鬼塚千尋のこと。鬼塚千尋チピロッティって言ってんの。そんな仲なの。ずいぶん急接近してんだね。ねえ。テープ入りしとこうかこれ。初めて呼ばれたわみたいな感じだよね。きっと